桜です。今日はよろしくお願いします。あー桜庭だです。今日はリハーサルみたいなもんなので確認程度で気軽によろしくお願いします。おい白石、あと頼む。あ、はい。文化祭実行委員長の白石です。よろしくお願いします。あとは基本的に白石に任せるので何かあったら言いつけろってください。はーい。ちょっとあんた、なんか喋んなさいよ。妖怪会議に出てりゃいいのに。どうかしたかです。えへー、なんでもありません。打ち合わせしてたら思わず賑やかに。とりあえずアキラ様はありがたいゲストなのでそれなりにおもてなしします。それでこの後ラッキーチャンネルで味噌地岬のマイクテストをやっていただきます。明日はその後フリートークをお願いします。ま、うまくやってやるわよ。じゃあステージの方へお願いします。白石のくせしょっぱ。あ、ラッキー、みんなアキラのために集まってくれてありがとう。今日はいっぱい楽しんでいってくださいね。愛しい人のあの国、たどり着くのはいつの日か。流れ流れて一人旅、あの日の言葉を道連れに、面影探してどこまでも。歌っていただきましょう。小上明さんで味噌地岬。はい、OK です。こらてめえ、ちゃんと歌わせろ。だからテストだったでしょ。時間ないんすよ。んなことする。難しい日本語わからないね。